食う人数をやめます。クーニンズ不動の3番打者ジャスティス上野、彼は小学校から野球のエリート街道を爆進、中学校時代は堺ビッグボーイズで全国2連覇を達成。その後は智弁和歌山に進学し、レギュラーとして甲子園に4度出場。そして高校時代は守備の人だった上野、30歳を超え打撃が開花し、クーニンズ入団後は5年間コンスタントにハイアベレージを記録してきました。そんなクーニンズの看板選手ジャスティス上野が今回脱退します。その理由は、僕のチームを作ります。ジャスティス上野のチームができる。かくして新プロジェクトはスタートしました。さあ今回ですね、上野さんがクーニンズから離れるんですけども、上野さんの移籍先にやってまいりました。はい、見てください、 MLB ジャパンです。今回やってきたのは MLB ジャパンさんのオフィス。軟式野球の大会なども主催してくれている有料企業さんです。記念品もたくさん展示されるこのオフィスにやってきたジャスティス上野。お待たせしました、こちらです。お、やっと来ましたね。お待たせしました、ありがとうございます。上野さん、それは何ですか？おお、これが僕のチームのユニフォームです。おお、ドジャースのユニフォームを手にしたジャスティス。今回ジャスティス上野が1大会限定で監督兼選手を務めることとなりました。はい、ということでですね、ジャスティス上野がドジャースのユニフォームを着てるんですけども、今回ですねオープン大会の MLB ドリームカップ2021に上野はですね監督兼選手としてこのドジャースのユニフォームでクーニンズとは別に戦うということになります。あの MLB ドリームカップっていうのはチームを持ってない個人で参加できるようにのために選抜チームっていうのが何チームかあるんだけど、全国に、はい、そのうちの1チームが今回ジャスティス上野が監督兼選手のチームになることを運営元の MLB ジャパンさんから任されましたと。で、今回上野さんは千葉県の前期にエントリーして日本一を目指すと。そしてチーム名はなんとですね、ジャスティス上野ドジャースで、結構ねスケジュールがキンキンなんですよ、聞いたところによると。そうなんですね、はい。で、選考はですね7月4日までが募集期間で、そこからジャスティス上野が、まあ、2、3日選んでもらって、7月8日に一次選考突破者が発表されます、はい。で、そのメンバーで後日トライアウトを開催して、正式にジャスティス上野を除く24名のメンバーが決まると。そういう形になって8月の7日公式戦、それまでは練習期間という形になります。かなりね弾丸スケジュールです。もうタイトすぎるな。タイトすぎます、うん。これから監督兼選手として上野さん動いていくわけですけども、求める選手像、上野さんが果たしてどんなチームを作りたいのか、いつもクーニンズで文句言うてますけどやっぱね、あの僕基本、まあ、選手としてっていうか監督のところで行きたいなと思ってるんで、まあ、この選手に任せて正直負けたらしょうがないなって思わせてくれるような人とプレーしたい。だから僕のもうちょっと主観になるけど、そこをグッと掴んでくれる人を、に来てほしいし、まあ、そういう人と一緒に野球したい。俺は勝手にねやっぱ智弁和歌山だから打力がすごいねいいチームになるかなと思ったのよ、うん。だからバカバカ打つ選手が好きなのかなって勝手に思っちゃったんだけど、10点取られたら11点取りますぐらいのチームにするのかなと思ったけど別にそういうわけでもないんだ。まあ軟式やからね、そのバカバカやっぱちょっと難しいかなと思ってる、うんうん。まあ、そういう意味ではまずですね、そのトライアウトの場に行く何十名か分かんないですけども、そこは選ばれないとねいけないですから、もう一時はですねほんと書類選考なんで、ちゃんとね PR しないと皆さん一時突破できないですからどういう情報があったら嬉しい？まあどうですかね、まあ、経歴と動画、ピッチャーやったらピッチャーしてるその分かりやすいこう試合映像とかブルペン映像とか、まあ両方あればいいけど、まあできれば試合形式の方がいいかな。全体感が見える方がいいかな。バッターだけ打つとかピッチャーだけ打つとかとかだとちょっと分かりづらいので、うん、ちょっと画角遠くなってもいいから
全体感みたいな、立ち振る舞いとか。ああなるほどね、うん、じゃあ打席だったらその打ってる1球だけじゃなくてその前後のちょっとなんか遊びの部分も見たいわけ。見たい。僕がそれこそあの野球が嫌いになってとか、そういう思いがあって今大好きになってるんですけど、野球への思いとか、まあそういったところですかね。あとはまあその上のドジャースに来ていただいてどういうふうにこうやりたいかっていうところも踏まえて書いてもらうと決めやすいかなと思います。まあ、野球今やってないけどもまたこれをきっかけやりたいなって人が来ると思うから、そういう思いはいいですね、うん、上のドジャースをきっかけに軟式野球好きになってもらって、ここからねまたいろんなチームに入ってもらっていうきっかけになるっていうね。でそんなチームを率いていく上野さんの戦いが始まっていくと、うん、そして僕はねつまずいてほしい。マジでつまずいてほしい。もういつもね選手目線でね言ってくれるんですけどね、いざ監督したら難しいやろっていうね僕は言いたいです。短期間で果たして上野さんはどんなチームを作るんでしょうか。そしてそんなジャスティス上野さんと一緒に野球がしてみたい、上野に何か教わりたい、そういった方はぜひご応募ください。応募リンクは動画の概要欄に貼っております。いや安藤さん、はい、上野像よろしくお願いします。いやこちらこそよろしくお願いします。楽しみですね、はい、ジャスティス上野ドジャース。はい、クニンズのうちのユニフォーム、はい、ポトレスユニフォーム、ポトレスですね、完成しました。え、本当ですか。本日ご用意しております。おお、こちらキャップ、これすごい、ニューエラのあれじゃないですか。オンフィールドモデル。え、最高ですね。あのツバ曲がってるやつから来ると思ったんで。、はい、これ完全に選手仕様じゃないですか。そうですね、ユニフォームもオーセンティックの。え、マジですか。はい、選手が着てるやつです。これもオーセンティックマジでいいね。これ生地全然違うわ。こっちのレプリカの方もまあいいけどね。これでいくら。$115。ドジャースね、これ$115って書いてますね。だ、日本円で12,000円か3,000円ぐらいですかね。うん、ちゃんとしっかりしてるけどね。逆にこのオーセンティックの方はこれは$280、3万円ぐらいするんじゃない。これマジで通りで全然違うと思ったよ。これ全然違うもん。なんか生地が違う。一番いいですね。お似合いです。いいですね、はい、あの縦ストライプ来るかと思ったんですけど、はい、茶色もいいですね。そうですね、これで戦うといいね、関東大会で。まあやね、関東大会か。アウトしたら、アウトしたら関東大会ですよね。そうですね、はい、関東大会決定です。だからお互いにね、芝予選の前、僕は後期で出るから前期と後期を勝たないと関東大会いけないですから。で、3回勝ったらですね一応関東大会なんですよ。で予選3回とも勝たないとこの2チームが当たることはないですから、すごく楽しみです。茶化し抜きで本当にね、上野の野球感とか戦い方知りたいからマジで楽しみだよ。それを経験してなんか俺もクーニーズでね、あ、上野こういう戦い方もしてくれた、俺もちょっとそういう戦い方クーニーズ取り入れてみようっていうのにまたね幅広がってお互いに強くなれるかと思いますから、非常にこれはねいい企画で MLB ジャパンさんに感謝したいと思います。まあ勝つのはクーニーズですけどね。はい、ということで今日の動画は以上です。皆さんジャスティス上野ドジャースにぜひエントリーしてください。今日の動画は以上です。ここでイベント告知です。 MLB ドリームカップ2021サポートバイゼビオグループファンフェスト in 東京が2011年8月9日に開催されます。 MLB ジャパンさん、そしてゼビオさんが主催となり、より多くの方が野球に触れ野球の楽しさを味わうイベントを開催してくれます。子供から大人まで野球経験なくても楽しめるコンテンツとなっておりますので、ぜひ皆さんご参加ください。当日はメジャーリーガーのマック鈴木さんや他にもスペシャルゲストが来る予定です。 MLB グッズが当たる特別抽選もありますのでお楽しみに。 MLB ドリームカップ大会参加チーム募集中。軟式最大級のオープン大会 MLB ドリームカップ2021に大会参加しブロック優勝したチームには特製のバケツが商品として贈呈されます。この機会にぜひエントリーしましょう。今年の全国大会は沖縄ですよ。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。